お疲れ様でございます。エアドロップ投資によってですね、一攫千金を狙いたい皆さん、しかもエアドロップ投資お金は一切かからないというね、そんな時代になってきました。まあそういうふうな形でなんとかねエアドロップの旨味を得たいと思っている方、やっぱり基礎的な知識がなければどのエアドロップを選べばいいのかすら分かりませんし、どのように扱っていけばいいかは分かりません。今日はそんな形でエアドロップ投資に必要な基礎知識の第6話をお届けしようと思います。スマートコントラクトですね。スマートコントラクトです。ラストって書いてますね。これラクトの句に書き換えておいていただきたいと思います。ここね、句、はい、これでいいですか。はい、では行きましょうか。仮想通貨の世界でスマートコントラクトとは、あらかじめ決められたルールに基づいて自動的に契約を更新するプログラムのことですね。スマートコントラクトの特徴なんですけども、まずは自動で実行されるところです。人の手を介さずに契約条件が満たされると自動的に実行されますので、予約決済とも言えますね。この条件になったら自動的にお金払っといてよっていう形です。その条件にならなければお金は払われませんので、スマートコントラクトが機能していると言われます。だからまさに自動的に行われるってことなんですよ。そうなるとミスもないってことなんですよね。はい、2つ目、透明性です。これブロックチェーン上に記録させるために誰でも契約内容を確認できる透明性がありますよね。さらに前回トランザクションでもお話したように改ざん防止機能もあります。一度記録された内容は変更できないので非常に高いセキュリティ性を誇っていますと。そして特徴的なのがここです。非中央集権です。中央管理者が不要なのでピアツーピアネットワーク上で作動するってことですよね。さあ、ピアツーピア何ですか。この言葉、ピアツーピアネットワーク、これは次でお話ししましょう。スマートコントラクトの仕組みですけども、まずは契約条件の設定があります。契約内容をコード化してスマートコントラクトとしてブロックチェーン上に展開するわけですよね。2つ目は条件の監視です。ブロックチェーンネットワークが契約条件が満たされたかどうかを常に監視しているということになります。3つ目が契約の実行です。条件が満たされるとスマートコントラクトは自動的に契約を実行してくるので、私たちがああだこうだと必要はないわけですよね。さらにミスも減るということになります。で、スマートコントラクトの活用例ですけども、おおよそ今まで人力で行われていた、もしくはその権限や資格を持っている人に依頼するしかなかった、そんな費用と手間がなくなります。金融、つまり借り入れ貸し付け、証券化、保険、こういったものですよね。次、サプライチェーンです。物流の追跡ですとか品質管理、これも自動になります。またゲームの世界、アイテムの取引、ゲーム内の経済システム、こういったものも自動です。スマートコントラクトが働くからです。さらには投票システム、 ID 管理、こういったものも自動になるわけですよね。このようにスマートコントラクトには様々なメリットが考えられるんですけども、最後はですね、スマートコントラクトのメリットとデメリットをまとめてお話して終わっていこうと思います。まずは仲介者の排除になります。第三者を介さずに直接取引が可能になりますので、当事者以外に知られることがない、そして当事者以外の手数料が発生しないということになります。お金もかからずに早いということですよね。次、コスト削減です。手数料や仲介手数料は当然ですけどもなくなります。スピードアップ、これも重要なメリットです。手続きが自動化になるんで知らないうちに終わってます。取引が迅速です。さらに透明性と信頼性があります。このスマートコントラクトという契約なんですけども、その内容がブロックチェーン上に記録させるために透明性が高くて信頼性も高いということになりますね。人間がやるミスも起きないということになります。はい、でスマートコントラクトの今度はデメリットですよね。高度の脆弱性があります。スマートコントラクトのコードに脆弱性があるとハッキングされるリスクがありますので、ハッキングに対する防御はしておかなければならないですね。でもこれ人間がやっても同じですよね。次、複雑な開発です。スマートコントラクトの開発には高度なプログラミングスキルが必要なので、まだ扱える人がそんなに多くないってことがデメリットですよね。はい、これがね、いずれ個人個人自分たちでできるようになるでしょうね。はい、で法規制の不可実性もあります。
スマートコントラクトに関する法規制がまだ整備されていない国とか地域がありますので、こういったところでもね、自分たちで上手に処理しなくちゃいけないってことになります。まとめていきましょう。スマートコントラクトはブロックチェーン技術を基盤とした新しい契約形態であり、様々な分野で革新的なサービスを生み出す可能性を秘めています。しかしその一方で技術的な課題や法的な課題も存在するということを忘れてはいけないかなというところですね。はい、スマートコントラクトいかがだったでしょうか。